Tajima 嘅 Motor Company 咧咁啱成立40周年喎，咁 Tajima 咧喺日本咧其實已經係一個好出名嘅車手嚟㗎啦。喺爬山賽美國嘅爬山賽咧，佢已經攞咗10年嘅第一位冠軍㗎啦。咁今日我哋好開心可以請到 Tajima 神同我哋做一個訪問，我哋而家過去睇一睇。嗱 ，Tajima 神咧除咗係一個日本好著名嘅車手之外咧，佢改 Suzuki 咧都有一手㗎喎。嗱喺我哋眼前呢一部咧就係最新嘅 Swift Sport， 我哋睇下佢嘅改裝。嗱 ，Monster Sport 咧就有一系列嘅 Suzuki 改裝零件嘅，你睇下，哇，係咪好吸引呢？推步啦，避震啦，彈弓啦，仲有各色其色嘅巴啦，電腦。Tajima san， I am Leo。My name is Tajima。Tajima san， nice to meet you。我哋恭喜你40周年，公司40周年。我知道啊 ，Tajima san 咧就除咗一個車手之外咧，其實佢仲有好多嘅業務嘅喎。Tajima san 可唔可以講解一下佢自己喺日本有啲咩業務咧？あの今私たちの会社はこの40年ちょうど今年が40周年になります。それで自動車の販売、それから自動車のカスタマイズ、それから自動車のチューニング、そしてあとレーシング、いろんな車に関わることをやってて、これが全部今までに作った車です。咁我知道咧，阿 Tajima san 咧就喺日本係好有名嘅車手嚟嘅。咁佢喺個爬山賽咧都連續攞咗6年嘅冠軍，同埋做咗好多刷新咗一個賽事嘅紀錄嘅。我想問阿 Tajima san 點解會咁鍾情、咁鍾意呢個爬山賽嘅咧？このレーシングカーの中で一番やっぱり速い車で一番技術が詰まっているのはパイクスピークインターナショナルヒルクライムへのチャレンジをしてた車で、私たちは世界記録も作りましたし、私たちは電気自動車でワールドレコードもまあ作りました。でなぜパイクスピークにチャレンジするかというと、大きく言うと2つの理由があります。1つはパイクスピークは昔アンリミテッドですね、改造無制限、安全なですね、装備だけをすればいろんなアイデアを出していろんな車の改造あるいは製作ができるんですね。アンリミテッドクラスというのがあるものですから、非常にエンジニアとしてまた車を開発する人としてですね、非常にやりがいのある、それがこのパイクスピークインターナショナルヒルクライムのアンリミテッドクラスなんですね。であともう一つはパイクスピークは非常に高いところまで登る、4300メートルまで登るんですね。そうすると空気が薄いし、でなおかつ天気が変わりやすい、そして路面がですね刻々と変化していく、非常に難しいレースなんですね。ですからドライバーと、それから車と、そしてエンジニア、タイヤだとかいろんなパーツ全部が一緒になってですね、もうチャレンジして記録を狙うということで、非常に難しいけれどもやりがいのあるレースです。ですから私はパイクスピークに30年間チャレンジしました。で10回チャンピオンになりました。これからもですね、できる限りチャレンジを続けたいと思ってます。Thank you. Thank you. ありがとうございます。